宗我壁氏は、日本の武家の一つ。宗我壁とも記される。室町時代以降、通時に、親を用いた。家紋は、七つ片ばみ総ばみ。中世の土佐国長岡軍によった、在地領主で、土佐の有力なら豪族の一つに数えられる。戦国時代に勢力を広げ、元親の代で、戦国大名に成長し、土佐を統一する。さらに、隣国の阿 以上に進出したが、橋場秀吉の四国攻めに敗れ、土佐一国に厳報されて侵入する。その後は、秀吉の下で、九州征伐、小田原征伐、文六、慶長の役と転戦する。元親の後を継いだこの上心は、関ヶ原の戦いで西軍に参戦、敗北し会役される。上心とその子は、大阪の陣で大阪方に味方して軽視し、大名としての長宗壁氏は、 滅亡、着流は断絶したとされる。他家に使えるか機能した冒険の子孫が現在に残っている。通説では、中国神の始皇帝の末裔という古代豪族、旗氏の子孫とされるが、資料による裏付けは不十分で自称の範囲にとどまる。畑川勝は、日野と羊の乱で、聖徳大子と、蘇我馬子が、物のノベモリアを倒した際に功を立て、 信濃国に与えられた領地に、この広国を発見した。その子孫で、信濃国サラシナ軍の住人の旗農春が、土佐国に入って、長祖壁氏を称したとされる。能登氏が土佐に入部した時期は説によって大きく異なるが、平安時代末から鎌倉時代初期に入国したものと考えられる。能登氏は、土佐国長岡郡州部豪に定住したため、蘇壁部氏を自称したが、 近隣の神軍にもそう我が里があって、蘇我部氏を名乗る一族がいたため、長岡郡の蘇我部氏は、長蘇我部とし、神軍の蘇我部氏は、高蘇我部を名乗って、互いを区別したと言われる。鎌倉時代初期の1201年にはすでに、高蘇我部の書状が見える。なお、元親木などに基づいて、長蘇我部氏が国史として下校し土着したとする説があるが、国史人間を実証する資料はない。 長蘇壁氏の本願である、土佐国長岡群衆、壁号は、古くより、州部、祖母院などと記載が一定しなかったこともあり、この名字の表記も、長蘇壁、長蘇壁の両方が用いられている。以下、本校では、長蘇壁に統一する。読みは現代では、長嘘壁が普通である。しかし、安土桃山時代の文献を見ると、お湯天井日記では、 チャウスカメ、タモンイン日記では、チアウスカメというナ表記になっており、さらにルイス・フロイスの日本史に、チョスガミとあることからナ表記の、か、かは、濁音と考えられ、当時は、チョウスガメと読んでいた可能性が高い。一方、源当詞の十七代目、チョウソカベとモチカは、チョウソガベの読みを用いている。おこやま、円形おこから見た、校長平野土佐に入国したチョウソカベ氏は、 長岡郡五郷の地を拠点とした。当時の土佐国は高知平野が未開拓地であったことから、高長平野を中心としていた。戦国時代には、長祖壁氏は五甲山に築いた五甲城を居城としているが、これは初代の春が入部後に築いたものを南北朝時代に、修築、戦国時代において城郭としての規模を整えたと伝えられている。 七大健康の頃には多くの書流を出していることから、当時の一般的な支配体制である、総領制により発展したと考えられる。南北朝時代の騒乱においては、十一大親王は足利司法に属し、土佐国主護であった細川剣氏の下で、長岡軍八万三島坂本において南朝勢力と戦っている。その項で、上国吉原省のほか、長岡軍、 上軍、と佐軍の各地に、千百134町の土地を与えられ、発展の基礎を築いている。十二大剣能は、上和元年細川氏により、旧行安寺奉行に任じられている。旧行安は、文法2年に、無双祖籍によって創建された、当時の名刹であった。寺奉行を解任されたという記事は16大文献までないので、そのまま世襲されたと考えられる。 14代農獣の代には、取徳3年頃、吉原省全域を支配下に収めている。土佐国守護代として、細川ライマスが入部したのは、攻略2年であり、細川氏とのつながりを背景に、旧公安寺奉行と吉原省を持ち、相当な勢力を有したと考えられている。戦国時代に入り、16代文献の代では、応仁の乱の戦乱を逃れ一条凶暴が土佐に、 下校している。文献は、文明三年、長氏元門を追放しており、それが元で、旧行暗示奉行を解任され、いくつかの領地も支配下から離れている。元門は、この際に、久武氏、中内氏を連れて、武者修行に出て、伊勢国区は何を置いて、桑名氏を家臣に加えた。これら三氏は、後に、蝶祖壁氏の三家老に数えられる。文献、元門の騒乱は、 元門の弟、お葬屋が家督を継ぐことで決着し、お葬屋はいくつかの寺の再興も行っている。応人の乱以後、全国的に騒乱が始まる。中央で大きな権力を持った本家の細川正元が暗殺されたことで、土佐守護大の細川氏を含め各地の細川氏一族は京都に上落。これにより土佐もまた守護による両国支配が終わって、 戦国時代を迎えることとなる。この時期の土佐国は、名詞的存在である土佐一条氏の下に、土佐七尾と呼ばれる長我壁氏を含めた七国人が割拠していた。土佐七尾一覧このほか土佐物語には山田氏、片岡氏を加えた旧氏が有力豪族として記載されている。このように最も弱い勢力であった長我壁氏は、19代天女の時、 お工場を追われ、一時滅亡する。その経緯には、諸説ある。いずれの説においても、戦乱で、県所の維持千竹島丸は城を脱出し、土佐一条氏のいる中村に落ち延びて保護されたとされる。千竹島丸は、土佐一条氏、当主一条防火の下,の下で原服して、長祖壁国地下を名乗った。そして防火の配慮により、永生十五年を工場に帰還して、長祖壁氏を、 復興、二十代当主となる。国地下は、元山氏と表向きでを結んだ上で、吉田氏と婚姻関係を結び地位の安定を図ると、共に、近在の天竺氏、横山氏、山田氏ら周辺豪族を滅ぼし、勢力を拡張した。A63 年には、元山氏に反旗を翻し長浜の戦いで、敗走させたが、同 A63 年病死した。長祖壁元近き。 蝶祖壁元地下造国親の後を継いだ二十一代、蝶祖壁元地下の時代に、蝶祖壁氏は最盛期を迎える。元親は父、国地下の遺志を継いで、永6五年元山氏を滅ぼし、同永6六年には弟、親手を、吉良氏に入れ併合、同永6十二年には、秋氏を滅ぼしている。これまでの間、高祖壁氏とは同盟関係にあったが、秋氏の打倒後、弟、親、 大が入り死し、併合が行われた。また、元気二年津野市に散乱の近田田が養子として入って、併合を行った。このように他の六王を支配した元親は、土佐一条氏の内乱に乗じ、追放された当主一条金貞に代わって、天正二年に金貞の子、一条内政を、大津城に入れ、大津御所として開来化した。 同天正三年に一条金貞が進攻した時には、四万十川の戦いでこれを破り、一条氏の残存勢力を滅ぼして、と佐国を完全に平定した。その後、元親はさらに、白地情を拠点として、伊予国や阿波国、佐抜国にも積極的に進出し、河野市や三好氏を駆逐していき、天正十三年四国をほぼ統一したとされる。ただし、 四国統一を達成したかどうかについては、異論がある。しかしながら、同天正13年に行われた、橋場秀吉の四国攻めに敗北し、土佐一国に厳報される。その後は、九州征伐、小田原征伐、文録、慶長の役と秀吉に従って転戦する。従軍した九州征伐では、天正14年の戸撃側の戦いで元親の着難。 長祖壁信近が戦死する。元親は四次をめぐっての争いで、追いのきら近ざを殺す粛清を行った上、四男の長祖壁森近に信近の娘をめとらせ、四次とした。この時次男の香川真奈は噴死し、後に三男の津の近たも有兵、殺害されている。なお、これは単なる軽死騒動ではなく、戦国時代に、 長宗我部氏の住職を占めた国人勢力が、親体の死に伴った長宗我部氏内の権力構造の変化により解体されたという説もある。家臣所領辞典。一朝イコール十国と佐藤一家庭で、長宗我部氏が新獣化した国人一族は、このように多くの所領を有しており、集権化にあたって、障害となったため、粛清されたとも考えられる。この後は、元親死去まで、 元親と上心の二等政治が行われている。天正十五年、九州征伐十軍から帰国後、大高坂山に城を築き、お工場から居城を移した。しかし、水はけが悪かったため、天正十九年に、元親は三年で大高坂山城を捨て、裏戸に裏土城を築いた。ただし、元親が大高坂山城を捨てたとする見解は、 山内氏支配下の江戸時代の二次資料で初めて登場したものであること、裏土壌の規模の小ささや裏と移天後も大高坂周辺の整備が進められていた形跡があることから、裏土壌は朝鮮出兵に対応した一時的な拠点に過ぎず、大高坂山城の整備も引き続き行われていたとする説もある。慶長2年には元屋上新府氏により文国法として、 長祖壁潮来手書が制定されている。長祖壁森近家慶長を4年に元親が死去し、長祖壁森近が第22代当主となる。翌慶長5年の関ヶ原の戦いで上心は当初東軍に就こうとしたが、徳川家康への密集を関所で留め置かれ、西軍に組みする。本戦では実際の戦闘に参加しないまま西軍は敗戦し、戦後に、 津の地方だを殺害したことを咎められ、所領を没収されて、改役となる。なお、上信の家督継承の経緯などが問題視されたためか、元親の死後も、豊臣政権は、上信の長祖壁氏家督と土佐支配の継承を正式には承認しないまま、関ヶ原の戦いを迎えたとする説もある。上信は、慶長19年から同慶長20年の大阪の、 陣で豊富方に組みしたが、豊富方が敗れたため、上神は元より、上神の子らもすべて斬首され、そして、上神の末程で元親の直径で唯一生き延びた、長祖壁康豊は除名されたが生命をあだちと解明したため事実上長祖壁の直径は耐えた。長祖壁国近の四男、近草が、島氏を名乗り、その子孫である島親天が土佐藩に、 下級藩主として仕えた。親天は、大阪の陣に出陣して負傷、と鎖国へ帰還した後、長我壁の一族であると出頭し山内氏によって4年間入浪をさせられ、釈放後はご歩行組に入った。しかしこのような身分にもかかわらず、五銀方やお台所方といった養殖を務め、さらに藩主、山内忠義に仕えることになった際は忠義に直接、 体すこやかならずと書状を送っている。このように本来は、一家休藩士に過ぎないはずの親天が、養殖や藩主へ直接書状を書いていることなどから、実際に表向きには公表できない何らかの長祖壁、一族であったことが推定される。断絶した直系に変わり、この島氏が現代の長祖壁投資家につながっているが、土佐藩時代は長祖壁への複製や、 家紋の使用は禁じられていた。再び、長祖壁を名乗ったのは明治になってからである。元親の老い、キラチカザネの子孫は、日ご飯細川氏に仕え、冒系の一族は竹に仕えるか機能して生きながらえた。この際、島生など他の名字に改正し、明治時代に立って長祖壁、長祖壁生に服した者も多い。元親の三女で、 佐竹地下直に嫁いでいた赤姫は、大阪の陣の際に、伊達政宗に捕らえられたが除名され、二人の息子と共に、仙台藩に仕えた。息子たちはそれぞれ重臣の家に、養子入りし、仙台において、元親の血をないだ。このため、赤姫星を頼って、仙台へ行った、長宗壁ゆかりの人々もおり、高祖壁定地下の養子、重地下が、 仙台藩に召し抱えられたほか、吉松氏女が、いとこの浅井の形質となっている。優勝説の片腕と言われた、丸橋中也は、長祖壁森地下の子孫と称していた。また、幕末の尊能師として、徳島藩士の長祖壁多七郎がおり、幾野の変に参加するが、文久三年十月十四日、田島国山口村明王剣道で自陣するという。没後。 安国神社に合祀される。長祖壁元地下の末弟で後に、土佐藩主となった地下房から15代目の当主は、親となった。親地下氏は、祖父の重地下の娘、末の次男である。家計の継続が危ぶまれ、本家に入ることとなった。親地下氏は、長祖壁家の末裔として、昭和天皇の直子から、元親の生産への贈与書を賜っている。 この際、家系の選定について、郷土市屋の寺石清路が区内省との調整に当たった。茂地下には他にも、男系の子孫がいた一方、親地下氏は女系であるが、寺石らによれば、男系の子孫は、辞退をしたらしい。四国では、昭和後期に至っても、長祖壁の名は特別な響きを持っており、 かつて一部が支配下だった香川県選出で首相を務めた大平正義は17代当主とも親の取材を受けた際に我が家は長祖壁様の足元にも及ばないよと驚いたという長祖壁の三重村氏が分流。長祖壁春修暮田氏が分流。長祖壁忠都氏長祖壁茂氏長祖壁志向、長祖壁三行大国氏野田氏上村氏 中島氏が分流。長祖壁金光、長祖壁茂利、長祖壁茂高、長祖壁重宗、長祖壁新納、長祖壁建納、三富氏、馬場氏が分流。長祖壁金綱、長祖壁農園、長祖壁元地下南北朝時代の当主であり、戦国時代の元親とは異なる。長祖壁文剣、長祖壁元門、長祖壁雄親、長祖壁元秀都並氏、比え山氏が分流。 長祖壁国地下、長祖壁元地下、長祖壁森地下、長祖壁森爪大阪の陣の後、残首された森爪の代で、宗家は断絶。以降は、国地下の四男、島親駅の系統とされる。現当主の友親は地下房を初代、親天を二代目として、自らは十七代目の当主と数えている。島地下親の子、あるいは親の四男、信英とされるが、 どちらも年代が合わない。島友、も、女島矢左衛門と、急増闘争局島矢右衛門と、八代党幹事字島とも、女島洋右衛門と、重近、下、島吉地下の父、長祖壁吉地下複製、長祖壁新栄、長祖壁近史、近氏と読む。長祖壁家の経図と資料を整理した。長祖壁友井長祖壁友も近源、当主。長祖壁隆史果たし期限説に則っ,った。 慶イ鎌倉時代戦国時代長蘇壁氏初代から18代太字、数字は歴代当主。戦国時代江戸時代長蘇壁氏18代から22代太字、数字は歴代当主。他に、他家け船や、くわえを縄文に使用している。家門にまつわる話として、家臣の福留氏は功績によりの夏片場み草から、一つを引いた、六つ片場み草を家門として与えられた。 話が伝わる。長宗壁氏に大使三千貫を領地する臨時が下された際、賜った杯に片網の葉が浮かんでいたことから、片網を家門としたとされている。ほかけ船は、旗市が大陸から海を渡って来朝したのに基づくと言われ、上神が最後の際にほかけ船の家紋をあしらった袴を着ていたとされている。お香城石浦土城ひしまと川、統合城跡、 ありがとうございます。